はい、健康生活チャンネルの海老原孝弘です。今回はですね、眠っている間に痩せる飲み物についてお伝えしたいと思います。で、あなたは痩せたいけれども食事制限をしたりだとか運動したりといった努力が必要なものはちょっと大変だから、できるだけ楽に痩せたいなという願いはないでしょうか。一見ね、めちゃくちゃ勝手なその願望なんですけども、実は今回ですね、研究の結果からそんな夢のようなダイエットを叶える飲み物が分かったんですね。で、なんとこの飲み物を飲むだけで寝ている間に脂肪を消費してくれるという驚くべき働きが分かったんです。そこで今回はこの研究の結果とですね、なぜこの飲み物が寝ている間に脂肪を燃焼してくれるかという理由をお伝えしますので、楽にねダイエットをしたい方はぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていきますので、お見逃しがないぜひまっすぐチャンネル登録をお願いします。ということで、眠っている間に痩せる飲み物についてお伝えしたいと思います。で、ダイエットに効果があると言われているお茶はね、結構あるんですよ。飲み物は結構あるんですよ。で、例えばそのコーヒーはね、食事中に飲むことでその糖質の吸収を穏やかにしてくれますので、食事中にはコーヒーがいいというふうに言われているんですね。だから例えばその甘いものとコーヒーとかは相性がいいんですよ。甘いものの糖質を穏やかにしてくれますので、吸収を穏やかにしてくれますので太りにくくしてくれるんですよね。またそのただの水であってもですね、不足しないようにたくさん取っておくことで血糖値を抑制して太りにくくする効果があることが研究の結果からも分かっています。なんですけれども、その睡眠中にね、脂肪を燃焼するという効果は今回は初めて聞いたことですので、結構驚きの研究結果なんですね。で、この飲み物がね、何なのかなんですが、これ実はね、ウーロン茶なんですよ。で、昔からね、ウーロン茶は脂肪を燃やすから、ダイエットにね、効果あるんだよというふうに言われていましたので、食事中にね、ウーロン茶飲む方結構いらっしゃると思うんですよ。あなたもね、その油物を食べる時なんかに、特にウーロン茶飲むようにしていませんでしたか？で、以前ですね、テレビの CM で、その中華料理をね、そのめちゃくちゃ食べる男性が映っててですね、その、もうこれだけ食べちゃったから太っちゃうよみたいなこと言ったその隣でですね、男性が、特このね、ウーロン茶を飲むから大丈夫みたいに言っていた CM がありましたが、あれもね、あながち間違いじゃなかったんですよね。で、この研究報告ですが、これは筑波大学からの報告になります。で、この研究ではですね、12人の男性に対して14日間の間、朝食時にですね、カフェインが 100mg 入ったウーロン茶を飲ました場合と、パターンがあるんですよね、飲ました場合と、ウーロン茶を飲ました場合と、そしてカフェイン 100g、100mg のみを単独で摂取した場合、そして、プラセボとしてですね、この朝食だけで特にその何もね、変わったものを取らせないというプラセボグループと、この3群で比較したんですよね。そして摂取後の24時間の間のエネルギーの消費量と脂肪の酸化の量を調べて、そして睡眠の記録も行いました。つまりその3つのパターン、ウーロン茶とカフェインだけ、そして何も取らないというグループでですね、どれにその脂肪の消費が変化したとか、エネルギーの代謝の量が変化したであるとか、脂肪の酸化っていうのがその脂肪を消費したってことですからね。だからその脂肪の消費と、そして睡眠の記録でね、どのような変化があるかというのを調べたんですね。で、この結果なんですけども、ウーロン茶によって脂肪を燃焼していることが分かったんですが、その割合というのはですね、カフェインだけを摂取した場合よりも多くの脂肪を燃焼している、減少させていることが分かったんですね。つまりカフェイン単独でもですね、心拍数を上げる効果があることで脂肪を燃焼する効果はあるんですよ。だからカフェインだけでも痩せるんですよね。だから例えばコーヒーとか、その他のね、そのお茶であるとか、カフェインが入っているものは基本的にそのダイエット効果があるんですよ。ですが、そのウーロン茶の場合だと、さらにそのダイエット効果が上だった、脂肪を燃焼したということが分かったんですね。これすごい効果ですよね。やっぱりウーロン茶ってダイエットにいいお茶なんですね。で、このウーロン茶の脂肪燃焼効果なんですけども、特にですね、吸収した直後の状態で活発に脂肪を燃焼していることが分かったんですよ。ですから1日1回だけね、ウーロン茶をこの研究のように朝食時だけ飲むよりも数回に分けて飲んだ方が、その飲んだ直後がね、やっぱりその燃焼が活発化しますので、適度にその間を取ってね、飲んだ方が脂肪を燃焼させる効果をより活発にすることができるということが分かりますね。で、この研究はですね、14日間の間、つまり2週間の間継続されたんですけども、ウーロン茶およびカフェインをですね、2週間飲み続けたとしても脂肪燃焼が確認されたんですね。で、この研究者によると、カフェインのその効果に関係なくですね、ウーロン茶の成分によって脂肪が分解される可能性があるというふうにコメントしています。で、ウーロン茶と純粋なカフェインはですね、そのどちらも脂肪分解を 20% 増加させたんですけども、ウーロン茶の場合ではですね、さらにそのカフェインの効果を超えてですね、睡眠中にも効果が持続することが確認されたんですね。
だからこれが今回のその睡眠中にもね、その痩せるっていう方法なんですよ。その理屈なんですよね。ウーロン茶の場合には睡眠中でも脂肪を促進してくれるんですよ。カフェインだと起きてる間だけがその脂肪を燃焼するんですが、ウーロン茶は違うんですよね。寝てる間も痩せていってくれますので、人間はですね、1日に7時間も寝るじゃないですか。その睡眠時間をね、その脂肪燃焼の時間に当てることができるというのは、やっぱりこれはダイエット効果がすごいですよね。まあ、ですからカフェイン単独よりもウーロン茶自体にその睡眠中にも脂肪を燃焼するという効果があるということが分かったんです。まあ、だからダイエットしたい方はね、ぜひこのウーロン茶飲みたいところですよね。まあ、ただね、ウーロン茶はカフェインが入っているんですよ。で、その量はね、100ml あたりにその 20ml の量、つまりおよそ5分の1がカフェインになるんですね。で、この 100ml 中にね、その 20ml、5分の1という量って聞くとね、まあまあ多そうに聞こえますが、まあ、コーヒーだとね、これが3倍の量入ってますので、まあ、コーヒーよりかはかなり低い量となっています。まあ、ただね、そのカフェイン取るとね、夜が眠れなくなったりだとか、睡眠の質が下がってしまうんじゃないかなというふうに不安になりますよね。ですがこの研究者たちはね、気が利きますよね。睡眠の質にね、どういった影響があるかも調べてくれてるんですよ。で、ウーロン茶を飲んだ場合とプラセボ群との比較をしたんですが、この間で睡眠パターンであるとか眠りにつくまでの時間を比較したところ、目立った違いはなかったそうなんですね。ですからウーロン茶程度のカフェイン量、まあ、この研究では、ね、100ml 摂取しているんですが、まあ、この量だったらその安眠できないとか睡眠の質を落としてしまうという可能性は低いだろうとコメントしています。ただこれはね、その朝食時にとっていますので、まあさすがにその夕方ぐらいとかになっちゃうと睡眠に影響するんじゃないかなというふうに私は思うんですが、まあその辺どうですかね。まあさすがにそのカフェインって効果がね、5時間か6時間ぐらい持続するというふうに言われてますので、まあウーロン茶もあんまりその遅い時間までは飲まない方がいいんじゃないかなと思います。まあだからコーヒーがね、3時ぐらいまで飲み終わった方がいいので、まあウーロン茶だったらもうちょっと遅くまで飲んでもいいかもしれませんが、あんまり夜とかは避けた方がいいでしょうね。まあ、ですので睡眠中もね、脂肪燃焼したい方はぜひウーロン茶をお試しいただければと思います。で、このチャンネルではですね、今までにいろんな飲み物の効果をお伝えしてきました。で、今回のね、睡眠中も脂肪燃焼するウーロン茶であるとか、集中力を増してくれて食事中の糖質の吸収を穏やかにするコーヒーであるとか、免疫機能を上げて感染症予防にもなる緑茶であるとか、抗酸化作用でね、とても強力な抗酸化作用で若く綺麗な体を保つこういったブリボスティーとかね、こういったお茶もね、今までご紹介してきましたが、まあなかなかその飲み物の選び方って大変ですよね。で、どれを選ぶかはあなたの好みなんですよ。もうこれはね、どれが正解というのはないですからね。まあ私もね、さすがにこれだけそのお茶の種類があると迷いますが、まあ私の場合だったらね、朝と夜はノンカフェインであるルイボスティーを飲んで、で、10時と3時はですね、コーヒーで、そのティータイムはね、コーヒーで、過ごして、そして12時と5時はウーロン茶というふうに分けようかななんて考えているところです。ぜひあなたの欲しい効果からですね、飲み方を選んでみてください。もし私の整体院とかサポート付きのファスティング効果メールの方は、下の説明欄にホームページにリンクありますので、そちらからホームページをご覧ください。次回以降もこのような健康美容ダイエットに役立つ情報をお伝えしていきますので、次回以降の情報もね、ぜひお見逃しがないようにチャンネル登録の方をよろしくお願いします。また今回の内容はブログの方にも書いてますので、またそちらも下の説明欄からご覧になってください。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。